はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、ウェブ主のピオタです。さあ、今回も会社バックレル2やっていきたいと思います。今回は、前回の続きということでね、6、7、8、9、10ステージ目までをやっていこうかなと思います。相変わらずのね、ブラック企業となっておりますので、逃げ出しましょうよ。まあ前回もね、相当な手段で逃げ出しましたよ。いやー、ほんとごめんね部長、ズラ飛ばしちゃって。はい、もう諦めてズラをつけることすらやめた部長さんがここにいます。そして書類の山、アイテム、部長にまさかこれを投げつけて目くらましをして逃げるか。ヤギいる？ほれほれ、汚ね、拭くの。へい、食べた。取りたくないよ。取るの？あんたバカだろ部長さん。ほら、ほれほれ、匂い嗅いでみ、ほれ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 。まあ多分ね、草食だからそんなに匂いはきつくないはずですけれども、嫌でしょう。なんなの、ただヤギにとってはこいつ 何食わされてんだっていう、そんな感じですよ。ヤギが一番かわいそうだわ。バックレ成功。もはやバックレじゃないよね、トイレを理由に出ろよそれヤギの糞でみたいな。いや、そもそもヤギがいることがおかしいのか。じゃあ次行きましょう、第7ステージ目。はい、あれ、おい、有能な社員がいねえぞ。社員さ、100円だ、すげえ生き生きしてますね君あれ、こんなにこいつ生き生きしてたの。いや、払うぜ、行くぜ、せい邪魔、ごめん、ちょっとちゃんと商品打ってやるよ次は。ちょっとリトライで見てみましょう。ごめんね、なんかロッカーに落ちてる100円をやるじゃん。クマのぬいぐるみ、よいしょ、倒れた。おい部長、部長が来たぜみたいな。そもそもね部長さん、あなたね、横を見てみなさいよ。すっげえ、今まで仕事してる中ではね、見たことないくらいの綺麗な笑顔をしたね。ある意味見たくもないレベルな、なんか綺麗な笑顔をしてるね、社員さんがいるぜ。お、怒られた。そっか、ここを2つ割って、っていうことだったんだよね。でも最初に打ちたくなるじゃん。かわいそうだったけど。あ、ほら。また死んだ魚の目みたいな。もうさっきの笑顔はどこへやらっていう感じにしょぼんとしてるじゃないですか。かわいそうに。あ、部長。何これ。押せない？この赤いの取れないし、押せない。かわいい。かわいい。お、猫缶と猫じゃらしですね。冷蔵庫の中には玉ねぎ。さあ、部長、玉ねぎだよ。え？玉ねぎが置けた。え、猫どこ行った？ごめん。猫の餌箱だったんだ、それ。そういうことね。そうか、猫に餌をあげるってことだよね。猫じゃらし。ダメ？猫かーん。で、猫が言った。ほら、部長も遊んでみない？え？もうなんか、怒り口調、てか怒ってる感じの部長が、ねえ、猫じゃらし持ってるっていう謎のね、光景が。かわいいな、この猫。もうちょい笑顔になれよ。
でも可愛いからやりたくなる気持ちはわかるけど、もう一回見直したら変わったりしないかな。なんだ、笑顔で猫じゃらし振りなよ。あ、僕出ますね。よし、ということでクリア。では第9ステージ目。お、今回は部長もちゃんと仕事してますね。ラフレシア。いや、こんな植物がこんなところにあったら、あなたたち冷静に仕事してる場合じゃないからね。ガチ外来種ですからね。で、横は。お、あ、やべ。これは、魔のアイテム。しまった。冷蔵庫でキンキンに冷えてやがるぜ。カツラ。あ、また取っちゃったもん。アイテムあると取りたくなっちゃう。バカだな。え、つまりは部長になりきれってこと？カツラでもない、植毛でもない。冷蔵庫で冷やされた、キンキンなカツラ。え？え？うぃ！あし、あー。殺人事件。てか、カツラ欲しすぎでしょ。やば。え、この位置とこの位置だけでそんなに変わるか。しかもマネキンにカツラ着せさせた時点でそのレベルに飛んでくるってことは、もう神に見放されてんだろうな。さて、次。一応ステージ1のラストみたいな感じかな。お、夜です。夜。もう残業じゃん、完全に。武器だ。部長、部長、いませんか。あなたに向かってこれを振り下ろしたいな。ダメか。とりあえず多分この中の一つが部長、一つが脱出アイテム、もう片方がなんかわかんねえので三つとも開けてみましょう。かぐや姫だ。かぐや姫か。すでにもう姫じゃねえか。いや。ちょっと待って、一瞬過ぎて分かんなかったけど、なんかやばい、や、なんか、ん？微妙になんかよく分かんないもんが今出てきてたぞ。ちょ、あーもう、余計に開くな、これ。確実に1個を狙い撃つ。3。誰？誰？反応もしてくれないんだけど。かぐや、ひ。あんたアイテムかよ。このばっちゃんは全くなのに。ダメ。あ、月に返すのか。私は月へ帰ります。ね、本来は、着物を着てね、記憶をなくすというか、まあ、元々の人格に戻るって言った方が正しいんですけどね。で、お礼として、宝来の薬ならぬ、鍵をもらって、脱出。ビビるわ。いやー、うん。いい曲だなーって感じですか？いやー、もうなんか、あれでしょうね、多分。部長の悪口とかを綺麗に歌に乗せて歌ってるんだろうな。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。次回11、12、13、14、15ステージ目までをやっていこうかなと思います。はい、今回もね、ブラック企業脱出しましたけど、まあまあわかる通りね、かぐや姫とかそういういろんなもんが混ざります。はい、うん、こんなボロボロのビルにね、竹が生えたりね、いろいろしてますからね。そりゃまあビルもガタガタになるわ。うん、ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。